夏休みだよ、ミジンコブラ化攻略相談。皆さんこんにちは、ミジンコと申します。この動画はゲームシステムを解明するのが大好きなミジンコがブラ化の攻略コンテンツをゆるく語っていくラジオとなっております。7月1日から31日まで毎日動画投稿予定です。強くなりたい初心者からコピー忍者を脱却したい中級者、はたまたコーナーで差をつけたい上級者の方まで、どしどしご質問待ってます。それでは答えていきましょう。今日の質問はこちら。質問です。ブラーカの総力戦、大決戦で好成績を取得しているトップランカーと呼ばれる人たちはゲーム中、画面のどこに目線を置いていて、いつ、どのタイミングで、どんなことに気を払いながら何を見ているのでしょうか？とのことです。おー、これってブラーカっていうよりかは結構 e スポーツ全般に言えることですよね。ちょっと面白いですね、この質問は。ブラーカの枠を超えて、まあ、他のゲームでも汎用的に使用できるテクニックの話についての質問だと思います。ああ、こういうの答えるの面白いですね。ブラーカと関係ないですが。あ、いや、関係あるか。はい。いやー、そうですね。そう、ミジンコはね、実は、ブラーカより前にしていたゲームでは、まあ、1年間ね、PVE コンテンツで世界一に取ってたんですよね。まあ、ツリーオブセイバーって言うんですけど、これでね、ちょっとね、まあ、この辺1加減あるんで、まあ、語るだけ語ろうかなって思います。はい。まず画面のどこに目線を置いているかとかっていう話なんですが、これってね、簡単に言ってしまうと基本的に時間ばっかり見てますよね。時間配分とか考えるため時間ばかり見てますね。で、なんで時間を見てるかっていうと、当然ですがスキルの使用タイミングとかも見るためですね。あとは時間を見ながらどのタイミングでリスタートすればいいかとかも見てます。好成績を残すためであればリスタートラインっていうのも大事なんですよね。毎回毎回最初から最後まで戦ってると、総力戦って3分とかかかるじゃないですか。でも途中で、あ、これダメだわって思った場合であれば、即リスタートしちゃえば1分とかでリスタートできるんですよ。そうすると、毎回3分戦っているような場合、1分でリスタートしちゃえば3回分試行回数を重ねられるんですよ。なので、まあ、時間とか、あとはボスの HP とか見ながらいつも戦ってますね。で、そうなると、まあ、生徒とか、見えないじゃないかっていうふうに思う人いるじゃないですか。その辺ってもうね、ぶっちゃけ覚えてます。はい。前のゲームそうだったんですけど、基本的にもうスキル配置とか、生徒の位置っていうのはもう毎回同じになるので、もう覚えちゃってます。なので、あまりその辺は僕は目線を送ってないですね。まあ、ただし、ブラーカに関しては時間以外にも、生徒のカードの順番とか見なきゃいけないので、途中でやっぱり目線とか外しますよね。まあ、時間見ながら、まあ、途中でスキルのカード順とか見ながら。で、もう一回時間見ながら敵の HP 見ながらっていうのをいつもやってますかね。で、どのタイミングで、どんなことに気を払いながら何を見てるかっていうことなんですが、まあ、それに関しては TL を作った後に考えることですかね。TL の時点で、例えばコスト8で使用してくださいっていうふうに書かれていた場合であれば、まあ、当然ですがコストを見ますよね。で、あとはボスが2歩歩いた後にスキルを使用するとかであればボスを見ますよね。そんな感じで TL の指示に従って目線っていうのは移動させる場合もあります。なので、まあ目線をどこに置くかっていう話であれば、事前にまず TL をがっちり作ることが大事になってきますね。TL っていうのはゲームをプレイする上での指示書ですので、まあ、指示書通りに動くっていうのが大事だし、指示書があれば毎回同じクオリティでスキル回しが可能なので一定の成果を上げられます。なので、目線配りがうまくいかない場合であれば、まずはタイムライン、指示書にしっかり、この時はここを見てください。この時はここを見てください。みたいなメッセージをメモで添えてあげるといいかなって思います。目線を置く話はしてきましたが、今度は逆に目をつぶるっていうこともお伝えしておきたいと思います。はい、目をつぶる。まあ、目をつぶったら当然ゲームは見えないんですが、まあ、これもね、一応大事な話なんですよね。なんでかっていうと、まあ、ブラカーの場合であれば、だいたい1時間ぐらいぶっ通しでプレイするわけじゃないですか。まあ、途中で通れば止めることはできるんですが、基本的に1時間ぶっ通しじゃないですか。だから単純にね、目をずっと酷使することになるんですよね。それって普通に体に対しても影響として悪いですし、まあ、パフォーマンスもどんどん落ちていくので、まあ、ゲームプレイの精度とかも下がっていきます。僕ってよく生配信とかで5時間とかプレイするじゃないですか。あれって、なんでそういうことができるかっていうと、途中でバランスパワーを食べて、お腹を満たしてるってもあるんですが、途中途中実はね、ゲームしながら目つぶってます。はい。
どんなタイミングで目をつぶってるかっていうと、あ、ここのタイムラインはそんなに見なくてもいいなとか、目をつぶってもできるなっていう場面をもうすでにタイムライン上でもうメモってるんですよね。まあ、メモってるというよりかは、だいたい即使用した後に次コスト9まで貯まるまでスキルを使用しないっていう指示であれば僕は目をつぶってます。要はタイムラインの中に休憩ポイントがあるってことですね。これによって休憩なしでも結構ぶっ通しでゲームがプレイできるので、目線の配り方っていうのも大事なんですが、目を休憩するポイントっていうのもきちんと設定してあげましょう。これは結構ね、意外と忘れがちな話でもありますね。あとはね、まあ、本当に e スポーツみたいな話してるんですけど、目線の配り方とか目の休憩ポイントの話もしましたが、あとはね、たまに深呼吸とかもしてあげてください。はい、結構ね、人間ってね、集中してると呼吸忘れる動物なんですよね。で、呼吸忘れるとどうなるかっていうと、どんどんね、血中酸素が下がっちゃって手が震えたりとか頭が回らなくなったりするんですよ。それを防ぐ意味でも、定期的に意識的に息を吐いてください。しっかり吐くこと、吸うんじゃなくて。なんでかっていうと、棒立ちの状態からジャンプするときってあまり跳躍力ってないじゃないですか。でもしっかりかがんだ後にジャンプすると人間って高く飛べるんですよ。こんな感じで息もね、しっかり吐いた後に肺の中の空気を出して、その後吸い込んだ方が酸素を肺にたくさん送ることができるんですよね。なので定期的にしっかりプレイ中に息を吐いてください。そうすると定期的に忘れがちな呼吸を整えることができます。これによって目線の配り方とかも安定してきますよね。目線の配り方って体が資本ですからね。体のコンディションが良くないのに目線の配り方うんぬん言ってもやっぱ良くないじゃないですか。なので呼吸の仕方とかも大事だなっていうことをお伝えしておきます。これはどんなゲームでも使えるテクニックですので覚えておきましょう。いかがでしたでしょうか。こんな感じで今後皆さんの質問にいろいろ答えていきますよ。これまあ答えられたかどうかわかんないですけど、どうですかね、まあ、なんかコメントとかで教えてくださいよ。はい、裏アカをさらに深く知りたい方はミジンコチャンネルメンバーシップもおすすめです。メンバーシップ特典のディスコードサーバーでは総力戦で使える裏技や裏アカウィキにも載っていない検証データを随時更新しております。興味がある方はぜひ加入してくださいね。それではまた明日のこの時間にお会いしましょう。またね、バイバーイ。